ダイワキャグニーは日本の競争は、主な勝ち倉は2020年のエプソムカップ、2019年のオクトーバーステークス。その他、キャピタルステークスやプリンシパルステークス勝利、メインステークス連覇など。東京競馬場で全8勝、オープン競争6勝を挙げたことからメディアにて、府中マイスター、府中の鬼、府中の申し子、東京豪舎とも称される。 母のトリプレックスは、1999年生まれのサンデーサイレンス3区。3歳7月の未勝利戦勝利から連勝し、臨んだローズステークスでは優勝したファインモーションに1.0秒差に迫る4着に入った。6歳まで現役を過ごし30戦4勝、1000万円以下勝利まで出世した後引退し、繁殖品馬となる。2006年に、 初後の品馬を生産するなど、八代大ファームにて、毎年のように競争馬生産を続け、を除く。2014年2月25日、初めてキングカメハメハが種付けされた、ボバが誕生する。2015年のセレクトセール、サラブレット一切部門に上場され、大城系像に1億1340万円にて、取引された。 冠名人名に基づいて、大和キャグニーと命名の後、美穂トレーニングセンター所属の菊沢隆のり社に預けられた。2歳から3歳2016年11月6日、東京競馬場の新馬戦に北村博士を安城に出走。単勝オッズ8.8倍の5番人気での出走となった。スタートから行位3.4番手で進み、最後の直線に入ると、 先に抜け出していたパルフェクオーツを捕まえて勝利。新馬戦勝利となった。北村はうまくスタートを出た2着馬がしぶとかったが、よく捉えてくれたと振り返った。続いて同じ距離競馬場であるセントポーリア賞に単勝1番人気に押された奇跡に対して6番人気の評価で出走した。2番手から最後の直線に入り、 逃げ馬をかわして先頭に立つと、後方からの追撃を封じ、二馬審査を開いて、勝利、連勝で、オープンクラス入りを果たした。北村は、坂下の加速から、後続に交わされないと思ったという。札幌賞の優先出走権が獲得できる、中山競馬場のトライアル競争を目標に、調整され、最終的に3月5日の弥生賞を選択。 前日に行われた勝馬投票権の発売では、前年の京都2歳ステークス勝利のカデナや、形成敗を勝利したコマのインパルスを抑えて、2002勝のミで単勝オッズ3.4倍の一番人気に支持されていた。しかし最終的に3.3倍の一番人気に押されたカデナに次ぐ、3.6倍の二番人気の支持を集めた。番手で道中を進み、 最後の直線に侵入したものの、伸びずに失速し後退最終的に勝利したカデナに0.6秒離された急着となり、初めて敗北を起死した。北村はコーナリングに苦労したことが敗因と指摘し、菊沢も本来は先行場ではない気がするとした。札幌賞は諦め、東京優春の優先出走権が獲得できるプリンシパルステークスに出走。 2002勝の東京競馬場に戻り、単勝オッズ3.3倍の一番人気に支持された。前方に3頭が見える行為で進み、残り200メートル過ぎで先頭に立つと、追い込んだ2番人気のレッドローゼスを寄せ付けず、2馬新反差をつけて勝利、プリンシパルステークスのレースレコードでの勝利となった。北村は、この馬のいいところは、東京を上手に走れるところですと表現した。 続けて、優先出走権を行使し、東京優春に参戦。東京競馬場参戦三勝の実績を引っ下げ、単勝オッズ40.9倍の10番人気に押されて、出走し、ダービーバとなったレーディオロから、1.2秒後に、決勝戦を通過する14着に敗退した。夏休みの後、10月8日の毎日王冠で復帰。初めて小馬に混じって出走し、 ダービー優勝馬のマカヒキとワン,アンドオンリー、同世代の優秀品馬優勝のソウルスターリングに先着を果たし、リアルスティールに0.2秒差に迫る4着となった。続いて、東京競馬場のキャピタルステークスに横山則博に乗り換わり、単勝一番人気に押されて出走。花を奪い先頭に立ち、中途で先頭をミュゼエーリアンに譲り2番手で最後の直線に侵入。 前方を捉えて先頭に立った。しかし、同世代の最優秀2歳母馬で、GI 優勝馬、里のアレスが追い上げ、競り合った状態で、決勝戦を通過した。結果、里のアレスに、首差先着しており、オープン競争2勝目を挙げた。4歳から5歳小馬となり初戦は、中山金牌では、優勝のセダブリランテスに0.3秒差の5着。続いて、 東京新聞杯で優勝のリスグラ州に0.3秒差の3着と重賞を連戦した。2018年5月19日、メイステークスで勝利を挙げ、エプソムカップでは重賞で初めて一番人気に支持されたものの、14着に敗れた。以降出走を重ねたものの、勝利は1年後のメイステークスとなった。内田博之が起乗し参戦し、 道中で少しかかる素振りを見せながらも、最後の直線で候補との差を広げ、名ステークス連覇を達成した。オクトーバーステークスは、令和元年東日本台風の影響で、開催予定日から1週間順延し開催された。最後の直線で2番手から抜け出し、トリコロールブルーを首差ししりぞけて7勝目を挙げた。続いて、 東京優秀以来の GI 及び2400メートル戦となるジャパンカップに出走、石橋治を安城に逃げの手を打ち、単勝14番人気の評価ながら6着となった。6歳指導戦となったリステッド競争、白富士ステークスでは3.4倍の1番人気の指示を裏切り7着に敗退。その後、金社地賞では逃げの作戦を展開。サーテルナリアが勝利し、 そこから0.4秒離されて入選3着に入った。内田によるとうまく折り合って進められた。という、6月14日、東京競馬場のエプソムカップに参戦。2年前、2.8倍の一番人気の指示で14着となった舞台に戻り、22.1倍の9番人気という評価となった。大和キャグニーのオーナーである。 大城慶三が9日に96歳で死去。しかし、好評はレース当日となった。内田はパドックにてこの不法を聞き参戦した。スタートから後位の3番手に位置し、向こう正面では逃げるトーラスジェミニに次ぐ2番手となった。最後の直線、残り200メートルとなったところで先頭に立つと、後方に一馬進半離して入線。 連れて入選したソーグリッタリングとトーラスジェミニがそれぞれ5番人気、18番人気であることから3連単は4219,320円を記録し、エプソムカップ史上最高配当となった。日刊スポーツは重賞13度目での出走で勝利を挙げたことからオープン大賞を出したとし、オーナーへのた向けの勝利と報じた。なお、 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、レース後の表彰式は行われなかった。秋の毎日王冠に出走するまでの間に、虚勢を行った。馬として初めてレースに出走し、三歳馬、サリオスに0.5秒を呼ばずに着。内田によると虚勢によって、体や走りに柔らかみが生まれたという、天皇賞は、 アーモンドアイに1.2秒離された6着に敗れた。に関する詳細は、第71回毎日王冠及び、第162回天皇賞を参照。7歳7歳初戦、トップハンデの 57.5kg で出走した、日経新春杯は2番手からレースを進めるも12着、600メートルの距離短縮で挑んだ、東京新聞杯は14着と2戦連続惨敗に、終わる。 続くマイラーズカップは4着と、構想するが、安田記念は先手を取ったものの11着に敗れる。夏は休養にあて、秋初戦となった毎日王冠は4着に入った。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。デビュー以来、全8すべてを東京競馬場で挙げている。同じ左回りに設定されている新潟、中京競馬場、 同じ関東にある中山競馬場への出走の経験があるが、勝利には至っていない。東京競馬場のコースで通算8勝を記録するのは、ダイナレターに並ぶ最多タ記録。さらに、重賞も含めたオープン競争では、通算6勝しており、これはウォッカに次ぐ最多タ記録である。2020年12月19日現在、京都競馬場の改修工事に伴い、 中京競馬場2200メートルで開催、ありがとうございます。